はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。まもなく1時ですね、9月の21日の水曜日、まったりとした午後ですね、お昼ご飯をいただきましてビール券料3缶になりました。4缶目行こうかなと思ったんですけど、やっぱり今日ね気温がねあんまり上がらない。23度でね、千代田区が、この部屋25度ぐらいかな。でやっぱりはもうええわというようになるんですね。無理に飲んでもしゃあない。でやめました。ゲップが出てますけど、すみません。5番開いてますんで見てみましょうか。日経平均マイナス332円、ドル円がですね 143.78、円安にこう来てますね。他香港ね、マイナス296、まあ下がってます。原油はね軟調なままですね、 84.07。 最近ねこのね金がね下がってるのが気にかかるんです、ね、1672で金が下がってるということはね、ドルが高いということで、ドルが高いということはみんなですねリスクヘッジをしてるということなんですよ。要は株とかねビットコインとかああいうもの下がるんですけど、まあ、ビットコインも軟調ですね、2734、日本円なんです、ここはね。273万4000円で、ちょっとなんかね、ドル換算見ますね。ビットコインドルで表示してなと思うんですけど、ドル換算、やっぱり1万9000、11ドルで1万9000円割りそうな感じですね。それは株が安いということで、日経平均はマイナス330。ちょっと待ってくださいね。コスピ見てみましょうか、コスピ。コスピも、まあ安いですね、マイナス23、2344。このね、コスピがね、2000を割るようになればですね、かなりやばいですよ、かなりやばい。でもまあ、でもまだね、2344ですから、まだまだ遠いですけどね。アメリカのダウはですね、3万割りそうな感じですかね、今3万、昨日で3万706ですから、もしかしたら今月中に3万あるかもわかりません。さてそのですね、ウォンの国なんですけども、シンシアリーさんのブログにですね、これ連合ニュースからの何て言いますか、転載で引用ですね、ちょっと引用部分を読んでいきますと、岸田文雄首相が大統領室が首脳会談開催を一方的に発表したことに対し強い不快感を表したと朝日新聞が21日政府関係者を引用して報道した。21日今日ですね。報道によると岸田首相は韓国大統領室が15日、先週です、国連総会のきっかけで、ちょっと日本語変ですね、で韓日首脳会談をすることに合意し、時間を調整中だと発表したことについて、それなら逆に会談しないことにすると話した。大統領室の発表が早すぎたという認識のためだと思われる。要はまだ決まってもいい日のに勝手に発表しようってあいつらって、何やってんのあいつらというふうにこう不快に思ったわけですね。首脳会談通常開催事実が確定すれば両国が同時に発表するのが外交慣例だと。そうなんですよ。でもね、お隣さんにそういう、ね、礼儀作法を求めてもしゃあないよっていうのがありますよね。これ対日本だけじゃなくて、もうあらゆる国でやってることなんですね、お隣さんは。だから世界中でですね、新韓国で一つもないですよ、新韓国ですか、一つもないんですね。お行儀が悪いし、言葉遣いも悪いし、あんまりリスペクトされない国ですね。でね、私が思うにね、キッシャンみたいな、ね、人をね、こう一旦ね怒らせてしまったらね大変ですよ。でキッシャンってね、なんていうのかな、皆さんの周りにも多分いますよ。無能なんですよ。仕事できないんですよ。仕事できないけど真面目なんですよ。で不器用なんですよ。で思い込みが激しいんですよ。
一旦だからそのそういうタイプのおっさんの頭に固定観念を入れてしまったら、それはね尋常なことでは覆らないんですよ。頭固いでしょ基本的に。頭固いわけであって、その頭の固くて不器用なおっさんで時々人から馬鹿にされるんですよ。安倍さんみたいなですね、柔らかい人からあいつアホやと思われてで、それがやっぱ本人も分かるんですよね。で自分はこう不器用で頭悪いっていうか頭固いっていうことにコンプレックスがあるわけですね、キッシャーみたいな人は。そのコンプレックスでじーっと生きてきたわけですよ。耐えて。でそういう人ってね、やっぱりね凝り固まるんですよ。一旦これがと思ったらですね、それ俺は間違えちゃうと、ね、こう言いそうなんて言いますかね、強情に言い張るんですよ。例えばあのおっさんがですね、岸さんが就任直後に発表した新しい資本主義っていうのは中身何もないですね。中身何もないから、まあ、アホやとかで周りが散々言われてるわけですよ。何やあれはって言って、専門家からも馬鹿にされて、もうどうしようもないわけです、ね、僕みたいな素人から見ては何もないやんと。あれはパンプキンやん、あちゃうわピーマンですよ日本では。あ英語ではパンプキンですけど、あれパンプキンやんって言ったら、そのやっぱりね言い張るわけですよ、その強情に。そういうことを、そういう屈辱というのがですね耐えきれないんですね、ああいうタイプは。で岸シャンって外務大臣の時に一生懸命頑張って日韓、慰安婦に関する政府間合意というのをするわけですね。2015年やったかな、15年ぐらいですね。で外務大臣だったの当時ね、安倍さんの内閣の外務大臣で、一生懸命ね相手を説得して、でそれをね、その翌年か翌々年に保護にされるんですよ、あの文在寅さんに。で岸田の頭の中はね、あいつらーってなってるわけですよ。でその固定観念をに、まあ、輪をかけて今回またね、もう首脳会談決まったとかで発表するわけでしょ。岸田みたいなね、不器用で仕事できない人間にそういうことを仕掛けたらね、もうプチンと切れてですね、もうあれですよ、あいつらーという感覚でずっと行くわけですね。私さえさえここで言うてます通り、あの岸田内閣って何もしていない、だから何もできないんですけども、その考えがないんですね、岸田自体に。考えがないということ自体がよく分かってない人なんですよ。ちょっと前に僕ね、家であれを見てたんで、ネットフリックスやったかな、なんか見てましたよ、12人の優しい日本人だ映画ありますでしょ、三谷さんの、もう20年ぐらい前の。あれを久しぶりに見てたんですけども、その12人の陪審員にこう一人ずつ意見を聞いていくんですけど、一人おばさんがいて、ものすごい詳しく記録を取ってるんですよ。で、ご意見はって言われた時に、では今までの経緯をまとめて、おりますんでお話しますとか言って、経緯をダーッと喋るわけですよ。あ、実に緻密にこの人メモ取ってはるわ、すごいやんって。で最後に、それであんたのご意見はって聞かれた時に、はって言うんですよ、そのおばさんがもう役者さん忘れましたけどね。そのタイプが岸ちゃんです。つまりなんていうか、こう自分の意見というものを表明するという感覚がないんですね。一生懸命勉強してスコアを上げるっていうのは、まあまあ、頑張るわけですね。岸ちゃんは、まあ、結果出ませんでしたけどで、お前のビジョンは、What's your vision? って言われた時にですね、こう自分の意見が言えない、それ何っていう感じで、そういうタイプです、岸ちゃんは。そんなね、おっさんを怒らせたらあかん。ビジョンが必要だということさえ理解できない人なんですよね。岸田内閣誕生した時に、外務大臣を林芳正にするっていう時に、もう首相を辞めて1年経っていた安倍さんが猛反対したんですよ。お前そんなことしたらアメリカからどう思われるかわからんでということをですね、猛反対したんですけど、わからないんです、それが理解できなかったですね、岸ちゃんは。で、してしまったと。で結果ですね、アメリカに訪米がかなわなかった。今でもバイデンさんから割合冷たくあしらわれてきた。それがね、理解できていない。つまりビジョンというものは何かわからないし、そういった大きな大まかな価値観、マクロの視点で見た価値観っていうのは彼は理解できないんです。
そのですね、でもかたくなに自分はそういうものがある人間やと思ってるわけですね。世界観が全く違うんですよ。でこういうおっさんはね、怒らせたらあかんんですよ。で固定観念っていうものがですね、こう変質しない、一旦植え付いた植え付けられた固定観念は変わらないんですよ。こういうタイプの不器用な無能なおっさんは、その不器用な無能なおっさんをお隣さんはですね、怒らせてしまった。いや、ただでさえ苦い記憶があるのに、さらにそれに輪をかけてしまったと。ということで、お隣さんは、岸さんが日本の首相である限りはですね、関係改善というか、岸さんが柔軟な発想で交渉するということは望めないということです。まあ、これはね、一般日本国民というか、僕みたいな人間にとっては、おもろいや、そのままでええやんというふうには思いますけどね。でも、アホですね、ほんまに。もうちょっとね、なんて言いますかね、外交ですからね、ちゃんと相手を読めようと、そのあたりがやっぱりお隣さんの外交の一番弱いところでしょうね。自分たちのこう主張ばっかしこう言うて、相手の思考っていうものを全く配慮しないと、考慮しないと、お隣外交の一番弱いところでもありますね。ねえ、それが玉坂記者みたいにですね、まあ、かなり歴代首相の中でもかなり頭の固い人間が日本の総理であるということがお互いの不幸かもしれませんね。面白いですけど。はい、皆さんどうもありがとうございました。